この予告状は確かに怪盗マーテンによるものだとあなたは確信しているというわけですね。そんなの当たり前だ。言ったろ、怪盗マーテンは型破りな行動しか取らない。10年前に死んだあれはきっとただの身代わりに過ぎなかったんだと。怪盗マーテンが今こうして再び現れて、当初から奴を追っていた警察隊もさぞ頭を悩ませていることだろうな。最終的にどうなるかは知らんが、しばらくは退屈せずに済みそうだ。ええ、同感です。きっとものすごいニュースがたくさん生まれるはずですね。インタビューにお答えいただきありがとうございました。次の方に移りますね。あら、奇遇ね、君たちもここにいたなんて。ちょうどよかった。ではでは、お二方にお聞きします。怪盗マーテンから新しく届いた予告状についてどう思われますか？なんだそれ、全然聞いたことないぞ。あれ？あ、ごめんごめん。あの事件は十数年も昔の話だし、あなたたちが知っていなくても当然ね。それでは、この私がプロとして説明してあげるわ。ゴホン。十数年前、マーテンを名乗る盗賊がフォンテーヌ邸で活動していた。その正体を知る者はなく、警察側ですら尻尾をつかむことはできなかったという。すごいぞ、オイラが読んでた小説に出てきたあの夜にしか動かない謎の大盗賊にそっくりだ。そうなのよ。でも当初、怪盗マーテンは名声なんか気づいていなかったわ。他人が大切にしているものばかり狙って動くから、誰もが彼の標的になる恐れがあったの。例えば大商人が金庫に隠した高価なネックレスなんかだけでなく、一般人の子供が誕生日にもらったお人形にまで手を出したりね。でしょ？小説なんかに出てくる怪盗は普通弱き者を助けるけど、彼はお構いなしよ。だから彼はフォンテーヌ邸では悪名を轟かせてたわ。早く捕まってほしいってみんなが願ってたの。じゃあそいつは捕まったのか？捕まったとは言えないかも。10年前のあの事故がなければ、怪盗マーテンは今も裁きを逃れてのうのうとしていたでしょうね。10年前、セサルっていう名前の魔術師が高所からの脱出マジックを披露している最中に事故で転落死したの。警察隊が遺品を整理したところ、彼の家からは大量の盗品や犯行道具が見つかった。それで怪盗マーテンの正体はようやくあらわにされたってわけ。セサルの死と同時に窃盗事件の数も一気に減ったわ。でもまさか10年後の今日になって怪盗マーテンがまた予告状を出してくるなんて。しかも堂々と歌劇場の扉に張り出してあったのよ。今朝集まってきた人の群れを抜けてすぐに写真を撮ってきたわ。ほらこれ。これがその予告状か？どれどれ。3日後の夜、歌劇場へ
君の最も大切なものをいただきに来よう。10年前君がしてくれたように。これはもう疑う余地もなく正真正銘の犯罪予告状だわ。長年消息を絶っていた怪盗マーテンが犯行を再開したのよ。ことはやっぱりそう簡単に解決してはいなかったのね。怪盗マーテンが再び世にその姿を現した目的は一体何？今度こそ驚きの真相を暴いてやるわよ。他人の大切なものを盗む怪盗って、まずいぞ。もしかしたらオイラたちも狙われちゃうかもってことだよな。あれ、オイラが奴に狙われる可能性もあるのか。お前ならきっと思い通りにさせたりしないよな。なるほど。というわけで怪盗マーテンが再び現れる件を心配される人々は大勢いらっしゃるようですね。予告状の写真、街頭インタビューの記録、この2つを組み合わせれば原稿の材料は揃うはず。でもやっぱり何か足りない気がする。そうだ、独占秘話が足りないわ。次は誰をインタビューしちゃおうかしら。怪盗と関係がありそうな人はいないかな。あら、あそこにいるのってリネか。魔術師セサル、怪盗マーテン。そうだ、リネさんをインタビューしましょう。だってほら、10年前に怪盗マーテンとみなされた人物は魔術師のセサルだったでしょ。怪盗にしても魔術師にしても謎めいた人物だから、お互い何かしら関係があってもおかしくはないと思わない？おい、なんだよその推理、強引すぎるだろう。気にしない、独占記事が私を待ってるって予感がするわ。今すぐ向かいましょう。魔術師のお兄ちゃん、どうして僕が選んだカードを知ってたの？簡単さ。一つ内緒の話を教えてあげる。実はね、魔術師は誰でも独身術を身につけてるんだ。これを使えば人が心の中に隠したことも簡単に見破れちゃうんだよ。本当？じゃあ僕の考えを当ててみてよ。肩の力を抜いて。うん、見えた。君の心は固く閉じてて、絶対に当てられたらダメって言ってるみたいだ。そして今君は少し慌て始めてる。頭を空っぽにして何も考えないようにって自分に強いてる。でもわかるかい？秘密っていうのはね、隠そうとすればするほど簡単にバレてしまうものなんだよ。家族に黙ってこっそり家を出てきたんでしょ。外で遊ぶために家族に嘘をつくなんていい習慣とは言えないね。そんなことまでわかるの？すごい。もちろんさ。はい、マジックショーはこれでおしまい。さ、君もそろそろお家に帰って、心配してる家族にちゃんと謝ること、いいかい？うん、わかった。またね、魔術師のお兄ちゃん。リネ。こんにちは。また会ったね。僕に用？何かあったかい？独身術とやらができるんだろ？当ててみたらどうだ？からかわないでよ。まさか本当に独身術なんかできるって君たちまで信じちゃったわけじゃないでしょ。そんな大層なことできないって。でもさっき見たわよ、
リネさんがあの子の心に隠していた秘密をしっかり言い当てた場面をね。あれにはちょっとしたトリックがあるのさ。かすかな表情の変化から判断してただけだよ。マジックショーが終わった後も隣に親の姿が見当たらなかったのはあの子だけだったし、目もちょっと泳いでた。考えを読み取るのはさほど難しいことじゃなかったさ。対して君たちの目的なんてどう当てればいいって言うんだい。まさか怪盗マーテンの件かい。なんで知ってたんだ。これもマジックか。おや、図星だったかい。マジックなんかじゃなくてただの運だよ。今朝は予告状の件で大騒ぎだったから、もしかしたら君たちも聞き回ってるんじゃないかと思ってね。その通り。特別にコラム記事を書くつもりよ。怪盗マーテンの最新情報をお届けするためのね。リネさんは怪盗マーテンが再び姿を見せる件についてどう思われますか。それについてだけど、正直僕はかなり怒ってるんだ。怒ってる？なんでだよ。例の予告状を見たでしょ。3日後の夜に歌劇場で犯行に及ぶって怪盗マーテンは宣言してるけど、あいにくちょうどその日は僕のマジックショーがあるんだ。そんな偶然ってあるか？待てよ、まさか今回怪盗マーテンに狙われたのはお前だったりして。もし本当にそうだとしたら、あの予告状は僕に対する挑発ってことになるね。でも仮に僕が標的でなくたって困ることには変わりないよ。怪盗マーテンは悪名高いし、みんな彼には出くわしたくないはずだ。予告状の内容が広まってしまったら、僕のショーを見に来てくれる人がいなくなるんじゃないかって心配でさ。このショーのために長い時間をかけて準備してきたんだから、奴が僕の努力を水の泡にするのをみすみす許すわけにはいかない。だから、ショーの前に怪盗マーテンの正体を暴くつもりだよ。本当ですか？ってことは、魔術師と怪盗の間で繰り広げられる対決を見れるということですね。これってとんでもない独占ニュースだわ。成功するって保証はできないよ。何せ怪盗マーテンは10年前の時点で有名だった泥棒で、バレない犯行方法を掌握しているわけだからね。リネさんたら謙虚すぎますよ。私からすれば、あなたが普段マジックショーで披露しているマジックの方が怪盗よりもよっぽど謎めいたものなんですから。褒めてくれてありがとう。でもその対比はあんまり適当じゃない感じがするかな。人々は魔術師と怪盗を結びつけがちだよね。どっちも人の気づかないうちに物を消すことができるから。でも実際はそれぞれ用いる手法は全然違うんだ。ちょっとしたマジックを例に説明してあげよう。ほら、この積み立ての花を見てごらん。しっかり見てて、瞬きはしないようにね。3、2、1。消えたぞ。さあね、どこに行ったのかな。さて、これこそ魔術師と怪盗の違うところ。怪盗は宝物を消すことしかできないのに対して、魔術師はそれを戻すことができるんだ。さ、おのおの服をチェックしてみて。何かサプライズが増えてないかな。サプライズ？どれどれ。皆さん、どうか謝らせてください。先ほどの称賛は適切ではありませんでしたね。マジックと盗みを同じにするなんて言語道断。いいよいいよ、気にしてないから。ただこれを機にみんなの魔術師に対する固定観念を変えてみようと思ってね。セサルの死をきっかけに魔術師は民衆から怪盗と結びつけられてしまうようになったんだ。全く困ったことさ。なるほど。さっ
きのマジックの話に戻りますが、実は一つお聞きしたいことがあって、リネさんは花言葉をご存知ですか？私が今まで見てきた限りだと、他のマジシャンは花に関するマジックをする際によくレインボーローズを使うようです。レインボーローズは情熱と素敵な出会いの象徴ですからね。でもリネさんが使ってるのはルミドゥースベルでしょ？私の記憶が正しければ、ルミドゥースベルは別れの象徴ですよね。リネさんは何か特別な意味を込めてこの花をお選びになっているんでしょうか？さすが有名なジャーナリストさんだね。なかなか鋭い。でも花言葉についてはさほど詳しくなくってね。ルミドゥースベルを使ってマジックをするのはただの習慣かな。時間があったら僕もフォンテーヌ花言葉大全を買ってちゃんと勉強しちゃおっかな。今日はしばらくそんな時間がなさそうだけど、これから怪盗マーテンの件を調べようと思ってるんだ。わかりました。それでは今回のインタビューはここまでにしておきますね。リネさんと噂の怪盗が繰り広げる究極の対戦、楽しみにしています。何か進展があったらいつでも私に連絡して。3日後は私もリネさんのマジックショーを見に行くから、その時には怪盗マーテンがすでに捕まってくれていることを祈ってるわ。それじゃお先に失礼するわね。今のインタビューの情報があれば独占記事を一つ書けるわ。時間が惜しいし記事の発表は早い者勝ちだもの。またね。リネ、まだオイラたちに教えてくれてないだろ。さっきのマジックってどういうことだったんだ？それについては秘密さ。ういうい、マジックの種は重要だってことはオイラにもわかるけど、でもはっきりしないとモヤモヤするんだよな。お前だってそうだろ？おや、マジックの種より怪盗マーテンの方が気になるみたいだね。それなら臨時魔術アシスタントとして僕と一緒に調査してみないかい？臨時魔術アシスタント？なかなかいい響きじゃないか。まるでオイラたちも魔術師になった気分だぜ。しかもこいつの秘密を掘り起こす絶好のチャンスだ。お前はどう思う？今一番重要なのはセサルについてはっきりさせることだ。彼が本当に怪盗マーテンならすでに死んでるわけだから、今回の予告状を出したものはただの模倣犯ってことになる。でももし彼が怪盗マーテンじゃなかったら面白いことになるよ。本当の怪盗マーテンはまだ生きていて、この10年間ずっと消息を絶ち、フォンテーヌのどこか隅っこに隠れてたってことになるからね。セサルのことを調べるなら彼の婚約者だったジェマさんから当たるのがいいと思う。彼女がよく墓地に行くって情報を仕入れてね。すでにリネットにはそこで彼女を待ってもらってる。ちょうどそろそろ時間かな。墓地に行ってリネットと合流しよう。遅い。ごめん、途中で旅人とシャルロットさんに会えたから少しお話ししてたんだ。リネット、久しぶりだな。オ
イレたちは今リネの臨時アシスタントなんだぜ。お前たちと一緒に怪盗マーテンの事件を解決しに来たぞ。ありがとう、あなたたち本当にいい人ね。どうだい、ジェマさんには会えたかい？ずっとここで待ってたけど誰も来なかった。おかしいな、まさか情報が間違ってたか。ここで立っててもしょうがないし、旅人パイもひとまずこの辺りで聞き込みしよう。ここであなたたちを待つわ。ついでにジェマさんのことも。今日の墓地いつもより賑やかじゃない？だな、何かあったのかも。こんにちは。突然だけどジェマさんって知ってるかい？ジェマってセサルの婚約者のジェマか？彼女のことを聞いてどうするつもりだ？少し聞きたいことがあってね。彼女はよく墓地に来るって聞いたんだけど、そうなのかい？ああ。ジェマの一途さは有名さ。セサルが行っちまってから毎週墓参りに来てるんだ。墓石の前にただただ座り続けてることもあれば、延々と独り言を言い続けてることもある。ある時何のためかと聞いてみたんだ。そしたらセサルともう一度話したいんだと。長き眠りについた婚約者がジェマの声を聞くことは二度とないにもかかわらず、ここで彼に最近の出来事を教え続けたいんだと。セサルが死んでもう10年だぞ。本当に二人の愛は本物だったんだな。セサルの身分がバレてからその名声も地に落ちた。だから普段奴の死を痛みに来る者なんかほとんどいない。だがジェマだけは違う。セサルがあの世でこれを知ってるならきっと喜んでるだろうよ。正直そうまでする価値があるのかと俺はよく思っちまう。なんせジェマの婚約者は卑劣な怪盗だったわけだからな。彼女がこれほど献身する相手としちゃふさわしくねえよ。そういや今日は確かにいつもより遅いな。普段ならこの時間はすでに墓の前に座ってるんだが、何かあったのかね。すまんな、具体的な状況については俺もよく知らないんだ。他のやつに聞いてみてくれ。そうか、いろいろ教えてくれてありがとう。他の人にも聞いてみるよ。なんてことないさ。早く彼女がやつから解放されるといいんだがね。墓地の雰囲気は重いと感じる人もいるようだが、俺はそうは思わない。静かな環境は心を安らかにしてくれるし、死者の前にいるときは生者も世の中の煩わしさから離れられるからな。聞いた？例の怪盗マーテンがまた現れたんだって。マジかよ、死んだんじゃなかったか？私もよく知らないわ。いろんな噂が飛び交ってて、どれが本当のことなのかよくわからないんだもの。もしも、もしもよ、今回の怪盗マーテンが本物なら、当時のセサルのあれは冤罪だったってことにならない？だから言ったろ、あれは冤罪だって。俺は10年前からずっと言ってたんだ。俺の知ってるセサルは町で子供たちにバルーンを配るようなお人よしだったんだぞ。あんな人が怪盗だなんてありえないに決まってるだろう。よしなさいよ。警察が怪盗マーテンの正体を公表した時、あんたが一番彼を非難してたんでしょうが、人は見かけによらずだのなんだの散々言ってたくせに、今でもはっきり覚えてるわよ。はあ？そんなことあったか？覚えてないって。こんにちは、
失礼だけど、怪盗マーテンの話かい？僕たちもちょうどその話に興味があってね。けど、あいにく確信をついた情報をまだつかめてないんだ。もしお二人の時間が大丈夫なら、セサルのことを教えてくれないかい？だったら俺に聞いて正解だ。当時セサルが街でマジックをやってた頃、俺は実際に奴のマジックを見たことがあるんだ。それはもう巧妙なものでさ、一番印象に残ってるのは、透明のバルーンを破って中からなんと鳩が何羽も飛び出すってマジックさ。近くで見てたのに全く見破れなかった。本当に不思議だったよ。私も見たことあるわ。彼、マジックショーを終えるたびにショーを見に来た子供たちにいくつかプレゼントをあげてた。子供たちに願いを書いてもらって、次のマジックで願い事リストにあるものを出してプレゼントすることもあったわ。確かに悪いやつには思えないな。けど10年前、その行為にはもう一つの解釈があったわ。セサルが子供たちの願い事を集めるのは、子供たちが一番大切にしているものを盗むための情報収集に過ぎないってね。知ってると思うけど、怪盗マーテンは何でも盗むから。とにかく怪盗マーテンが再びその姿を現したおかげで、セサルのこともまた議論されるようになったってわけだ。ジェマもきっと喜ぶだろうな。セサルの疑いが晴れたら、彼女もきっと苦痛から解放されるはずさ。言ってるそばから本人のお出ましだぞ。ほら、あれがジェマだ。セサルに関する質問なら彼女に聞いてみろよ。あいつがジェマか。なんだか顔色が良くないみたいだな。待て、見ろ、あいつ怪我してるぞ。早く見に行こうぜ。こんにちは。お前がジェマか？あなたたちは誰？警戒しないで、悪意はないんだ。怪我をしてるみたいだけど、大丈夫？お気遣いありがとう。あなたたちは一体誰？私に何か用？僕はリネ。こっちは妹のリネットだ。オイラはパイモンだぜ。で、こっちは旅人だ。オイラたち、怪盗マーテンのことを調査しに来たんだ。今朝、怪盗マーテンがまた予告状を出したでしょ。怪盗マーテンがまだ生きていたなら、セサルさんは濡れ衣を着せられたってことになる。ジェマさんはセサルさんに一番詳しい人だから、考えを聞かせてもらいたいんだ。信じて、害を与えるつもりなんかない。むしろジェマさんの安全をできる限り守るつもりだよ。私は最初からセサルが怪盗マーテンだなんて信じていなかった。やっぱりね。じゃあ10年前に何か異常を感じたことはなかったかい？例えば、彼といざこざを起こした者がいたとか。異常なんてなかった。私、何も知らないわ。そうかい。ごめんね、邪魔して悪かった。他に用がなければお引き取りください。彼と二人きりの時間を過ごしたいの。なんだかさっき、あいつの表情が少し不自然に見えたけどな。嘘をついてる。何かを知ってるはず。それもそうだね。何せいきなり、10年前の出来事を調べようとしてる奴が出てきたわけで、不審に思われても仕方ない。しばらく、これ以上の情報は聞き出せそうにないな。じゃあ、今日はひとまずここまでにしよう。次のことは明日、ホテル・ドゥボールの前で落ち合ってから考えようか。
こっちだ。あれ、リネットのやつは？リネットにはジェマさんの後をつけるよう頼んでおいた。何か進展があるかもって思ってね。今はカフェにいるはずだ。でもジェマさんが簡単に打ち明けてくれるとは正直思えないんだよね。やっぱり他の方法も考えないと。今回調査するのはロレンツォって人のことだよ。セサルの弟子でアシスタントでもあった。セサルが亡くなった後、彼の家で見つけ出された盗品は警察に押収され、全てがそれぞれ持ち主に返されたんだ。そしてセサルが生前少しずつ蓄えていたマジックの秘密は全部ロレンツォが継承したってわけさ。ロレンツォはセサルを超えるほどの大マジシャンに出世して、モラもたくさん稼いだ。でも今はすでにマジックの業界からは抜けて、大商人としていろんな産業に手を出してるよ。面会のアポを取るのにかなり苦労したんだよ。後で一緒に飲むことになるけど、噂じゃ気性が荒くて怒りっぽいらしいから、やり取りするときは気をつけようね。君以外にあと二人来るなんて聞いていなかったぞ。失礼したね。この二人は僕のアシスタントなんだけど、かつての有名な大マジシャンに会いに行くって言ったら、どうしても一緒に行きたいって言って聞かなかったんだ。できればサインも欲しいんだって。ふん、建前はそこまでだ。座れ。タテムイはそこまでとか言いながら、リネの話を聞いたらだいぶ顔が明るくなったじゃんかよ。同じマジシャンだということに免じて、どうしてもと言うから会いに来たんだ。さっさと用件を言ってくれ。こんなところで時間を無駄にしたくない。うん、会いに来てくれてありがとう。実はちょうどマジックと関係した事件に遭遇してね。昨日の朝、怪盗マーテンが歌劇場の扉に予告状を貼り出したでしょ。書いてあった時間はちょうど僕がマジックショーを行う時間だから、僕を狙ってるんじゃないかと思ってさ。ショーを順調に進めるためにやむを得ず怪盗マーテンの件を調べてるってわけ。そうするともちろんセサルのことにも触れることになるから。今さら何を調べる必要があるんだ。セサルが怪盗マーテンだった。そしてあの人は10年前にとっくに死んだんだ。昨日の予告状はどう考えても誰かのいたずらに決まってる。こんな低俗ないたずらを信じてどうする。落ち着いてくれ、ロレンツさん。確かにロレンツさんの言う通り、いたずらって可能性はあるよ。可能性じゃない、事実だ。リネ、私が君とのおしゃべりにまだ我慢できるうちにおとなしく聞くがいい。怪盗マーテンは死んだ。これは公然の事実だ。これ以上調べる必要なんてどこにもない。仮に君のマジックショーが本当に何かの事件に巻き込まれたら、私がその損失を賠償しよう。そこまで言ってくれて嬉しいよ。でもこれは賠償とかの問題じゃないんだ。これはマジシャンの尊厳が問われる事件だよ、ロレンツさん。相手は明らかに僕を挑発してる。なんとか反撃を仕掛けないと。
尊厳だと。そんな建前聞きたくもない。腹を割れ。君は一体何をするつもりだ。怪盗マーテンの正体を突き止めて、10年前に一体何が起こったのかはっきりさせたい。そんな必要があるか。10年前のことが君と何の関係があるというのだ。根掘り葉掘り探ること、それはマジックにおいて最もやってはいけないことだ。無駄な好奇心は抑えた方が身のためだぞ。どうしよう、気まずい雰囲気だぞ。ロレンツォ、やっぱりロレンツォじゃないか。その大声、すぐあんたが来たんじゃないかって思ったぜ。どうだ、一緒に飲まないか。日を改めよう、今日は先約がある。あんたと来たら毎日商売のことしか頭にないんだからな。このままだといずれもとなくなるぞ。たまには自分自身の生活の方にも気を使ってやれよ。余計な世話だ、勝手に飲んでいろ。失礼、君は？俺か？俺はエドマンドって言うんだ。こいつと何回も商売でやり取りをしてきた中で、ま、古い知り合いってところかな。あんたら初めてこいつと接触するんだろ。こいつは性格も悪いし頑固なんだ。いい言葉なんてめったに口にしない。30代後半になっても彼女がいないのは納得だ。好きなやつはいるが、何年かけて口説いても応じてもらえなかったなんて噂もあるし。その口を閉じてさっさと失せろ。いいかエドマンド、それ以上デタラメを言えば商売ができなくなるようにしてやるぞ。飲みすぎたようだ。すまんかった、ごゆっくり。先に失礼するよ。では私も失礼する。リネ、調べたいなら勝手に調べろ。ただ後悔しても知らないぞ。どうやら物別れに終わっちゃったみたいだね。君たちはどう思う？うんうん、お前の損失を賠償するとまで言ったぞ。普通そこまで言うか？あいつ何かを隠そうとしてたんだと思うぞ。しかもジェマのオイラたちへの隠し事とは何だか違うみたいだ。僕もそう思うよ。どうやら引き続きロレンツォのことを調べる必要がありそうだね。エドマンドって人は彼のことに詳しそうだった。まだここを離れたばかりのはずだから追いかけて聞いてみよう。助けが必要かい？誰だ？ああ、あんたらか。大丈夫だ、飲みすぎたからここで休んでるだけさ。さっきは危なかったぜ。あれ以上喋ってたら今後の生活も厳しくなってたな。ロレンツォのやつ、お前をいじめるのか？やっぱり大悪党なんだな。おいおい、そんな大声出さないでくれ。詮索するのはやめようぜ。裏で奴を調べようとする人間や奴と対立した人間は悲惨な結末をたどることが多いんだ。悲惨って？聞いてくれるな、この話はここまでだ。これ以上危ない橋は渡れない。俺からの忠告だが、余計な詮索はしない方がいいぞ。
今日のあいつの怒りっぷりからするとさぞ痛いところを突かれたと見える。だがこれはいいことじゃない。若者よ、何事も度を越さないようにするのが大事だぞ。じゃ先に行くぜ。行っちゃったぞ。リネ、これからどうすればいいんだ？あっちから変な視線を感じる。気づいたかい？僕たちの会話を盗み聞きしていた者がいる。声を出さず振り向かないで。街の中で騒ぎを起こすと警察隊を出動させてしまう羽目になるから、外に出てからにしよう。ずっとつけてきてるみたいだけど、そろそろ姿を現したらどうだい？お前がリネか。妹はどうした？一緒じゃないのか？妹も連れてこい。まとめて片付けられた方が俺たちも楽だ。随分な口の聞き方だな。おい、誰の指図だ？あれこれ聞くんじゃねえ、ちびっこ。もうすぐ永遠におしゃべりできなくさせてやるんだから、何を知ったって無駄だ。はあ、どうやら争いは避けられないみたいだね。他の人と比べて僕はあんまり戦うのが得意じゃないんだ。援護をお願いするよ。心配するな、オイラたちに任せろ。裁きの雷。ちょっとしたトリックさ。これほど手強い連中だとは。神の目を持ってる奴はやっぱり面倒だ。あの女を脅した時のようにはいかねえみてえだな。引き上げるぞ。まずはここを離れろ。おい、悪党ども、待て。もう、ムカつくぞ。なんて逃げ足が早いんだ。そういえば聞いたか？脅すとか言ってたよな。もしかしてオイラたち以外のやつにも手を出してたのか？そうだぞ、昨日会った時ジェマは怪我してたし、しかも何か言えない秘密を抱えてたみたいだった。もしかしたらあいつ今のやつらに脅されてて、だからオイラたちに本当のことを言えなかったんじゃないか？うん、仮に本当にそうなら、邪魔なやつらを追い払った今、僕たちに多少なりとも情報をくれるかもね。よし、カフェに戻って彼女から情報を聞き出せるか試してみようか。またあなたたちね。今度は何？
お前を脅かした奴らに会ったけど、みんな追い払ったぜ。だから怖がるなよ。オイラたちが守ってやるから。どうしてこんなことに。私何も言わなかったのに、どうして彼らはあなたたちにまで手を出したの。やっぱり彼らを知ってるね。知ってる？あいつらのことなら嫌というほど知ってるわ。心の底から憎むほどにね。この10年間セサルの死因を調べようとするたびに、彼らはいつも脅しに来たわ。勝手な真似はするなって。あなたたちのこと本当に信じていいの？あなたたち最後まで調べてくれる？でもどうして。具体的な理由はまだ教えてあげられないんだ。でもこれだけは約束しよう。怪盗マーテンの正体を必ず暴いてやる。この件は僕にとってすごく大事なことだ。僕は真剣だから、どうか信じてくれ。わかったわ。何か手伝えることはある？セサルさんは生前マジック工房を所有していたらしいね。中には彼個人の所有物がたくさんあったって。それを見てみたいんだ。そのマジック工房の場所知ってるかい？サンドル川よ。セサルが亡くなった後、マジック工房は閉鎖された。それからは誰も入ってないはずよ。サンドル川には多くの複雑な勢力が身を潜めているって聞いたわ。あそこに行くつもりならどうか気をつけて。いや、リネット、君はやっぱりジェマさんを守るために残ってよ。危険な目に遭わせないでね。わかった。守ってる間にデザートを注文していい？もちろん。でもくれぐれも周りには注意しててね。僕がいない間に奴らが手を出してくる可能性は高い。ええ、わかった。省エネモード解除。ここからはもっと真面目にやるわ。私がいるんだから大丈夫。どうか気をつけて。セサルの事件を調べる中で、あなたたちの身にもしものことがあったら、私は自分を許せないわ。ジェマさんが教えてくれた情報によると、マジック工房はこの辺りみたいだね。入り口が箱で塞がっちゃってるみたいだから、まずはこれをよそに運ぼう。あった。ここから降りればきっとすぐだよ。
切りました。
もうなさそうだな。他のとこも探してみようぜ。一つだけ他のと違うみたいだね。じっくり調べてみよう。最初の時に光ってたボックス